ちは。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。来ました、3連戦を振り返る。なんかあっという間に来るな、なんか最近。うん。いや、早いサイクルが。ね。日が経つのが早いっていうかさ、なんかどんどん進んでいく。まあ、いつも通りなんですけど。うん、そうしてるうちに。うん。ついにね、うん、こんなに早い時期にヤクルトマジック51という、はい、まあ、点灯時は53で点灯して、ね、はい、はい、ね、ということですね。ついに点灯って言って、ね、本当に。そしてで今後鍵となるのは何なんだ、何個気づいてます ね、 ね、なんかこれだみたいな、うん、ね、まあ、そういうことで、はい、ね、振り返っていきたいと思いますが、さあ今回セ・リーグから、はい、行われました。まず勝ったチームね、はい、まず赤枠が勝ち越したチームで、これ全部2勝1敗という結果でしたね。はい、ね、はい、はいはい、ね、まず振り返っていきたいのはヤクルト対 DeNA、はい、でなぜこう一番最初のカードに持ってきたか、うん、まあ、確かにまあ首位だけどね、はい、だけど DeNA がまあこの6球団の中で一番状態がよくヤクルトにぶつかっていけるというような状況で、うん、まあぶつかりに行ったんだよね、うん、で、まあ、初戦、はい、勝ちました、うん、ね、点灯を阻止、はい、マジック点灯を阻止、はい、で2試合目、うん、解説に行ってた、はい、ね、神宮に、うん、やっぱりヤクルトは粘り強いわ、うん、粘り強いのと、うん、接戦で後半に入った時の、うん、あのリリーフ陣の充実ぶりね、うん、うん、これはやっぱりヤクルトの強みがあって、うん、だからそこから点取れないもんね。やっぱりこうね、この強くなっているというか、うん、こうずっと勝ち続けているヤクルトの、うん、やっぱ強みだよね。ね、そのピッチャー陣、うん、しかも中継ぎっていうところがすごくポイントになってますかね。だからなんていうのかな、まあ太田のホームランで先制したんだけどさ、はい、まあ結局はその同点に追いつかれ逆転されるという。うん、その逆転、まあ、サヨナラになったシーンだけどもさ、まあ、例えばノーアウト1、2塁から送りバント長岡が決めて、うん、で川端を代打に出してきた、はい、9番のところにね、うん、で、まあ、その時伊勢が投げてたんだけど、俺の考えでは、うん、田中健次郎が残ってたから左対左で、はい、まあ、川端の代打の打率を見ると今年すごく悪いんだよね。そうですね。で、まあ、そこで勝負させておいて、うん、そこでサヨナラが決まらなかったら一塁空いてるところを塩見は申告敬遠で山崎と勝負だったんだよね、はい、だから田中健次郎1枚でよかったんだよ、変えるとしたら一人一冊じゃなくて、うん、まあ、だけどそういう手を取らずに川端を歩かして、うん、まあ、満塁にして、うん、まあ、満塁の方が守りやすいっちゃ守りやすいんだけどさ、はい、でも塩見を抑えられるかなっていう風にね、まあ、その日も同点タイムリー打ったのも塩見だし、うん、で結局塩見がサヨナラを打って勝負を決めると、ね、まあ、3戦目は小沢かなんかがプロ入り初先発かな、はい、まあ、ソフトバンクからヤクルトに入ってきてね、うん、で入ってきて、まあ、一挙初回に5点取ってプレゼントしてあげるって小沢勝てよみたいな、うん、そんな試合を作ってくれるヤクルトもね、なんかかっこいいな。うん、だから DeNA も昨日負けたことによって意気消沈をしているという、うんうんうん、まあ、バッティングの状態はね、悪くはないし、うん、まあ、ピッチャーの状況もそんなに悪くはない、はい、まあ、昨日の投げた京山は悪かったけども、はい、まあ、浜口も良かったしね、うん、だからそういう意味ではすごくこれからも期待は持てるんだけども、はい、やっぱヤクルトに勝つっていうのはしんどいな、うん、いやもう本当に打ってくるよ、村上が打たなくても周りが打つ、なんかこう、そうですね、うん、村上選手が打たない時は他の人が打っていて、うん、まあ、そうだね、他の人がって言ったら村上選手は必ず打ってるみたいな、打ってるね、うん、で代打出てくるのもさ、ね、青木が出てきて坂口出てきて、うん、川端が出てくるというさ、やっぱり質量ともいいし技術もある選手がやっぱ後に残ってるっていうのは本当にヤクルトっていいチームを作り上げたね、うん、まあ、DeNA も負けたとはいえ、はい、そんなにね変な試合はしてないし、うん、調子は保ってると思うんだよね、はい、だからまあ次のカードに期待をしたいというね、うん、まあ、そういうことです。まあそうですね、もう強いヤクルトから1勝はしましたので、うん、そうだね、はい、はい、で中日阪神、はい、ね、中日初戦大野が登板回避をして、うん、はい、オープナーになったんだよね、うん、でみんな頑張った
ね、みんな頑張って阪神に勝ったという、はい、それで勝ったけども、はい、まあ、阪神がおい今までの勢いどうしちゃったんだっていうような、うん、そんな感じだったんだけども、はい、まあ、2戦目から、大山が打ってくれたやっぱりポイントそこですか。昨日も大山が打って勝ったという、はい、大島の、まあ、守備っていうのもあったけど、はい、でもあれはやっぱりボールがねものすごい変化してたし、うん、まあ、非常に難しいボールだったと思うけども、うん、やっぱりどうしてもやっぱ阪神の勝利には大山欠かせないね、うん、だから全てそこっていうことではないけども、はい、やっぱ大山を打つことによってチームも盛り上がるし、うん、まあ、勝利というものを引き寄せられるというね、うんうん、まあ3戦目なんか久しぶりに才木で先発をして、うん、それ勝ったというね、うん、だから阪神も状態的には悪くないんだけど取りこぼしがね、うん、まあ取りこぼしって言ったら相手にとって失礼かもわかんないけども、はい、まあそういうことさえなくしていけば、うん、まだまだ勢いというのは出てくるよね。うん、うん、だからまあ中日がちょっと打てない分辛いな、うん、うん、ただそのネオが出てきた時に球場全体は盛り上がるけども、はい、そうですね、うん、だけどそこだけじゃないからね、うん、やっぱあれが上位のチームにいて、うん、上位チームの中仲間入りしといて、うん、ネオが出てきて盛り上がるってんだったらいいけど、うん、なんか、うん、盛り上がらないからネオを出しとこうかっていうようなそういうことではね、うん、まあそういうつもりでは使ってないと思うけども、そうですよね、うんうん、だけどその立浪監督のオープナーで全部もうピシッと1回2回とかいうのを使っていって、うんうんうん、まあ、勝った試合なんか、はい、まあやっぱ度胸が座ってるよね、うん、まあ、それと勝ちゲームでまあ同点になったんだけどその日、はい、8回ぐらいかな、うん、もうピッチャー残ってないのよオープナーで行ってるから、はい、まあ、だけどそこを度胸よくマルティネスを使ったりとかしてね、はい、うん、勝利したんだけど、うん、もう延長に入ってたら多分もう投げるピッチャーいないし、うん、もう負けてたと思うんだけど、うん、まあ、そこら辺のその立浪監督の度胸の良さ、うん、まあ、そういうのが見れた、まあ、試合だよね、うん、だああいう度胸が座ってるっていうのは、まあ、先に行って期待ができるけどね、うんうん、だからまあ阪神もまあ勝ち越したということでね、うん、まだまだこれからまあちょっと勢いが出てくるかなというね、はい、感じがします、はい、で広島巨人、はい、まあ、広島は、まあ、大瀬良、うん、まあ、森下が投げた試合が、まあ、勝ったというサヨナラでね、で栗が投げて勝てなかった、うん、で栗がやっぱ勝てないとちょっとね勢いが出てこない、うん、ただ秋山をこう入団発表してからは、はい、多少みんながちょっと生き生きしだしたね、うん、まあ、小園が当たってきてるしさ、はい、上本っていうのもいいし、まあ、菊池も頑張ってるしね、はい、まあ、坂倉も頑張ってる、うん、で4番のマクブルームもすごくね、はい、まあ、サヨナラ打ったりとか ね、最近よく売れてきてるし、はい、あ、これからまた広島来るなっていうような、うん、ただ中継ぎがねやっぱちょっと心もとないんだよね、ピッチャー陣ですかね、うん、ピッチャー陣だから秋山入ってきてなんか打線っていうのはすごく層は厚くなるけども、うん、まあ、ちょっとなんて言うんだろうな7回8回9回、うん、まあ、9回は栗林がいるから、はい、いいにしても7回8回ここら辺がちょっと心もとないね、うん、ここら辺がしっかりしておけば、うん、巨人に対して3立ていけたと思うよ。なるほど、うん、だからそこら辺が弱いからちょっとそこら辺で失点をし、うん、まあ負けたけどもね、うんうん、で巨人の方は丸がね2戦目に仕留めとけば2回チャンスがあったんだよね、大きなチャンスが、はいはい、そこで2回ともダメだったんだけども、そうですかね、だからそこら辺で打っとけばさこれが逆になってたね数字がね、うん、はい、まあ初戦は大瀬良がね、まあ、よく頑張ったということで勝てなかったにしても、うん、3戦目は勝ったんだけど、はい、2戦目はやっぱ巨人が勝っとかなきゃいけないね、うんうん、ただ巨人はやっぱホームランが出るといいし、うん、ホームランが出ないとやっぱ苦しいという、うん、それと中継ぎ陣が本当に苦しい、うんうん、これは他のどのチームよりもそこが苦しい、うん、課題ですかね、課題だよね、うん、それとこの2チームがやっぱそういう課題があるんだよね、はい、中継ぎ陣、はい、だから広島と巨人がなんかこう接戦したというかさ、うん、だから巨人もその出したピッチャーがサヨナラホームランを打たれる、うん、こっちは3戦目に中継ぎでちょっと崩壊するという、うんうん、まあ、そういう試合だから中継ぎがしっかりしとけば
あのこのチームも非常に上に行けるというか、まあ、広島は上なんだけど、うん、はい、広島はもっと上に行けるよね、うん、中継ぎ陣がしっかりしておけば。で巨人は誰か探さないとちょっともう限界が来るよ。誰か探すというのはトレードでもいいし、まあ、誰か救世主みたいなのが出てくるとか、うん、そうしないと巨人は本当に苦しいわ。なるほど、うん、これからもっと熾烈な争いがあるし、うん、ね、だから巨人はちょっと苦しむかな、これからもね、うん、はい、まあ、今は巨人に広島3位というところで上位にはいますけれども、いやもうギリギリのところに来てるからということですかね、うん、そうそうそう、はい、はい、ということで最速点灯、はい、マジック53、はい、この53は点灯した時の数字ですね。そうそうそう、はい、で今後は監督次第、はい、ね、監督次第、この監督次第っていうのは何が監督次第なのかっていうのは、うん、このマジックが出たことにより、うん、まあこれも出た時点では53だったけど、はい、51になってんだよね、はい、ということはもうね、ほぼほぼヤクルト優勝する、はい、もう本当によっぽどのことがない限り、うん、今年の場合はもうね、この5球団は歯が立たない、ヤクルトに対してということは、うん、A クラスを狙っていくのか、はいはい、それともまだいやヤクルトを引き継ぎ下ろすんだみたいなことを考えるのか、うん、そういうことなんだよ。いやだから考え方によって絶対変わる、うん、まあこれ優勝を狙ってまだヤクルトっていうふうに考えてるのと、まあ、とりあえずもう2位か3位を取ろうっていうとまたそれは全然戦い方変わってくる。もう全然変わる、うん、それと2位にならないと本拠地でできないんだよね、うん、はい、だからまあ営業は、うん、やっぱ本拠地で狙ってくれと、うん、本拠地でやってくれとそれ収益が全然違うからさ、はいはい、だから2位になってくれって言うけども、はい、まあだけどとりあえずは A クラスでいいって考えるのか2位じゃなきゃ絶対ダメなのかっていうのはやっぱそれでも戦い方が変わってくるし、うん、だからこれはね今後監督次第なんだよね、はい、監督がどういうふうにチームを持っていきたいかということですか。まあまあそうだね、うん、だからそういうふうにもうシフトをチェンジしていかないと、うん、もうヤクルトはもう無双状態でもう独走していくから、うん、もうこれはね叶わない今年はね、うん、はい、まあということでした。セリーグはね、はい、はい、では続いてパリーグです。はい、じゃあパリーグ、はい、ね、今回は勝ち越したチーム、はい、赤枠で全部2勝で勝ち越してるんですが、はい、うん、西武ソフトバンク戦だけ2試合だったんですね。まあ初戦がね、うん、コロナの影響で、はい、あの2戦になっちゃったんだよね、はい、でまあ、日本ハムとオリックス、はい、まあ、ロッテ楽天ってあるんだけども、はい、まあ、日本ハムオリックスね、はい、頑張ったね、勝ち越しましたね、山本に勝っちゃったんだよ、まあ、そうです、初戦、山本どうしたみたいなさ、はい、舐めとったんかみたいなそんな感じもするけども、いや多分何の何のしっかり打ってるよね、うん、で打つべき人が打ってるね、うん、ちゃんと松本であり野村でありとかさ、はい、まあ、そういった主軸が打ってるよね、うん、だから非常にいい形で、まあ、勝ったというね、はい、まあ、噂も伊藤博美も、うん、まあ、しっかり投げて勝ったという、うん、うん、はい、でもオリックスの方はショックだよね、うん、山本が負けたということがさ、はい、やっぱり日本ハムに対しては少なくともこの逆の数字を狙ってきてるから、うん、1つは負けても絶対2つはもらいたいというね、うん、だけどこういう戦いをしてたらオリックスは浮上がないということだよね、はい、でオリックスの方はやっぱり打線の流れ、うん、打てない、まあ、そういうことから杉本がホームラン王が一昨日昨日と一番に入ってるんだよ ね、はい、だから荒治療というかさ、うん、まあ、そういうことが行われてるという、やっぱどうしてもこう1年間こうなんていうのかな、いい打順が組めないよねオリックスはね、うん、ここまでね、うん、だからちょっと苦しいなというね、はい、感じはするけども、まあでも日本ハム面白いよね。ビッグボスがホースボークという、はい、1・3塁で1塁ランナーが、まあ、左ピッチャーの時に限りなんだけど大体、うん、まあ、左ピッチャーとこう構えて見えてるじゃない、うん、1塁ランナーが、はい、で演技するんだよね、飛び出したみたいな、我慢できずに飛び出したみたいな、そしたら慌てて牽制投げたらもうサードランナーは走ってるというね、うん、状況で1点を取ったという、うん、まあ久しぶりに見たけどね、はい、あのフォースボークというね、日頃から練習してたりするんですかね、まあ
カーテンを引いて報道陣にシャットアウトで練習してたり秘密の練習してたりとかしてたって言うけどもね、うん、まあだけどそういう点の取り方もしてるし、うん、非常に見せてくれるよね、うん、それと清宮が8号ということで、はい、自己最多そうですね、うん、更新をしたというね、はい、まあこれも明るいニュースだけどもね、うん、まあでも山本に勝ったね堂々とやりながらで伊藤博美もね、うん、頑張って完封したのかな、はいそうですね、うん、頑張ったよね、はい、はいはいでまあオリックスの方は原良次ね、はいまあ、杉本が一番打ったりだとか非常に未だに苦しんでるというね、うん、早くこうねいい打順が組めればいいなっていうね吉田正尚も体足万全じゃないんだろうね走り方を見てると、うん、だけどやっぱバッティングはさすがだしさ、うん、どうなんですかねこう杉本選手一番っていうのはこうどうなんだろうな、まあ、相手にとっては嫌だよねそうですよねやっぱりホームランを打てるバッターが一番最初に立ってくるっていうのはすごく嫌だよ、うんうん、本人としては神聖な気持ちにはなるよね、うんそれは8番に落とされるよりは1番に上げられた方がやっぱ気分的にはいいよね、うん、なるほど、はい、すごく不思議な感覚でしたねそうだね、はいはい、でロッテ、はい、楽天がやっぱうまくいかんなただ一時期よりは少し状態はいいんでしょうかまあいいのか悪いのか分からないやっぱねバッティングっていうのは水もんだしね、うんこの試合打ったからっつって次の試合打てるわけじゃないし、うん、でも3戦目には爆発したよね、うんうん、ただね4番の島内が当たってきたから、うんはい、すごくあの頼もしくはなってきてるけどね、うんうんうん、まあ島内がね当たらなかった時があったりとかして、はいまあ、スタメン落ちた時もあったし、うん、でもやっぱり4番を予定してる人がやっぱ打ってくると、うん、まあ安心感はあるよねそうですよね、うんうん、それとロッテの方は、はい、やっぱ荻野がいいよね、うん、荻野がやっぱ活躍してくれると、はい、チームの勝ちを引っ張ってくるね、うん、で高部とかさ、はい、若いやつらとこう融合しながら、うんうん、まあ角中とかも執念あるし、うん、両外国人がスタメンからいなくなった時でも、うん、純国産でもまあ楽天相手に勝ったというかさ、うん、まあそういう試合もできるしね、はい、だからロッテは粘っこさが出てきたねうんただ初戦、はい、佐々木朗希と田中真央君の投げ合い、はい、まあ佐々木朗希は何個三振取るのかなって4回で10個取ってるわけだからな、うん、だからわすごいなと思ったけど、うん、なんかやっぱ豆かなうん、なんかねなんかちょっと指先切って出血っていうことでね、うん、まあ先に降りたんだけども、うん、でもマー君が勝ち投手の権利を持って降りながら、うん、ロッテにひっくり返されて、うん、まあ勝ちがつかなかったという、うんまあ、ここら辺がちょっと運がないよね、うん、あれ一つも勝ちがつけばマー君の流れも変わってくると思うんだけども、はい、だけどどうしてもやっぱこう流れが変わらないというような状況にあるよね、うんでもロッテは粘りが出てきたし、うん、楽天というのはまだつかみどころがわからないというねうん、まあ、3戦目に打線が爆発してるんで、はい、それが次のカードにつながるようにね、まあ、期待はしたいと思いますせっかくねはい、はいはい、で西武対ソフトバンク、はいね、これはコロナ、はい、で俺前回の動画では言ったんだけど、うん、西武はなんだよついてないじゃないってでねあのコロナでね、うん、苦しんでるのに、はい、そこで当たれない、うん、やっぱ戦力ダウンしてる時に当たれないっていうのは西武にとってはちょっと隙がないのかなってまあ勝負というのは正々堂々と戦うことだけどもさ、はい、でもやっぱりもうこのご時世ね、うんまあ、そういうことも言ってられないし、うん、でも2戦やることができた、うんね、あ西武が勝つかなと思ったら東山、うん、石川、うん、頑張ったねピッチャーが、うんでやっぱり東浜、石川、まあ、石川はこうハマればさ、うん、相手のバッターっていうのを牛耳っていくんだけども、はい、東浜に対してあのノーヒットノーランやられてんだよね、はい、で東浜に対して苦手意識があると思うんだよやっぱそういうのってあるんですかあるんだろうねで今年東浜から長打を打ったのが、うん初戦だよね、はい、そこまで打ててないんだから長打をねうんいやだからまあやっぱピッチャーでやられたという、うん、
まあ打線もね、西武は中軸が打ったりだとか、うん、まあ周東が頑張るね。周東がバッティング良くなってるね。足だけじゃなくなってきてるね。いいところで活躍してる姿を。そうでパンチ力が出てきてるわ。でホームランも打つさ。だからすごく頼りがいのある。うん、まあ一時期はもう足だけでさ、うん、まあ守備もそんなにうまくないし、まあバッティングなんかね。もうひりぎだしと思ってたら、うん、やっぱこう怪我の間にね鍛えたんだろうね、まあいいバッティングするようになったし、まあ、シュートはこれからレギュラーに定着してくるかもわからないよね。でもああいう選手がやっぱ定着してくれるとやっぱ足もあるしね、うん、非常にいやらしい選手が育ってくるかなというね、うん、なるほど。まあそんな感じがする。西武はやっぱこう山川が打たないとやっぱちょっと苦しいかな。山川ばっかりにね、うん、頼ってるのもあれだけども、はい、ちょっとね。でツーアウトからバッター栗山のところでダブルスチールかけて、はい、あ、はい、でそれが失敗をしてチャンスがなくなったんだよね、うん、はい、でまあ2000本打ってるやつだからさ、うん、それもその無理やり2000本打ったやつじゃなくて、はい、まだ余力を残しながら2000本打ってるやつだから、うん、まあ、そこは栗山でかけてほしかったけどね。そう、ダブルスチールっていうことではなくて、なくて、うん、だから、まあ、そういう作戦もさ、うん、まあ、奇襲としてはいる作戦かもわからないけども、はい、だけどバッターが誰なのかという、うん、で栗山がそこをかけられたということがやっぱ信頼されてないのかなと思うじゃない、うん、バッターとしたら、うん、やっぱその作戦しか点が取れないと思ったのかなとか、うん、それとも辻監督は例えばそれを成功させといて、うん、セカンドランナーにランナーが残るからそのランナーを返してくれと思ってたのかもわからないね。だから一気に2点を取ろうと思った作戦だよって、うん、いうふうに言っとけば栗山もああそうですかって分かったかもわからないけどああごめんなって言ってるようでは、うん、多分ね、多分栗山の心境は、うん、なんだよ不快感が残るというかさ、うん、そんな感じになっちゃうよね。なるほど、うん、でもソフトバンクはこの苦しいチーム状況の中ね、うん、チーム一丸、はい、まあ、中村がね、うん、ヒーローになったりだとか、まあ、今までは中村ってちょっと苦しんでたりだとかした時期もあったんだけども、はい、うんうん、だけどこういう時にねやっぱこうしっかりした実力を持ってる人間がいい仕事をするというかね、うんうん、だからこうチーム一体というかさ、うん、チーム一丸という、うん、それでコロナを乗り越えようとしてるよね。はい、まあ、それが2勝として、うん、まあ、現れたかなのかなっていうふうに思います。はい、はい、ということで、はい、想定外な出来事続出、うん、というのはやっぱり日本ハムオリックス、はい、やっぱり山本とか投げる、うん、エース級が投げる中で、うん、日本ハムが2勝するとは思ってなかった、うん、ただ日本ハムもエース級が投げてきたんだけどね、うんうん、カップル4つで、はい、でもそこで日本ハムにオリックスが負けたという、うん、勢いもあったんだけどさ日本ハムに押し切られたというね、うん、まあ、そこで想定外というのはやっぱ山本投手のそうだね失点とか負けということですか。まあ、もちろんそうだね、うん、ちょっとやっぱり山本のショックだったと思うけどね、うん、はい、まあ、疲れも相当溜まってるとは思うけどね、はい、まあ、それと一番驚きはやっぱ西武が、うん、西武の状態非常によくソフトバンクを迎えたんだよね、うんうん、でもソフトバンクに2勝されたという、はい、まあ確かにソフトバンクのピッチャー良かったし、うん、東山、石川というね、うん、非常にこう打ちにくいピッチャーが西武にとってはね、うん、投げてきたということもあるけども、はい、でもここら辺はやっぱこう苦しんでるコロナで人が欠ける、うん、苦しんでるって言ったところで、うん、やっぱ西武が勝ち切るかなと思ったらできなかったというね、うん、だから想定外のことが続出というか起きちゃったよ ね、 そうですね。ではもうソフトバンクのねコロナが出たっていうこともまず想定外ですしね。まあまあそうだよ ね、 ね、だからやっぱこうソフトバンクねよく頑張りました、はい、ね、で今後の鍵は先日、はい、先日、ね、はい、これねやっぱりねいいピッチャーが投げると点にならないんだよね、うん、点が取れない、うん、これずっとまあ、言ってるよ ね、 言ってるよね、はい、だからまあ東浜の時に西武がダブルスチールかけたように、うん、あ、はい、まあ、そういう作戦じゃないと点が取れなかったりだとか、うん、で日本ハムの方もあのホースボークというね、うんうん、ファーストランナーがおとりサードランナーがスタート、うん、で牽制した瞬間にはもうホーム近くまでサードランナーがいるというような作戦も取ってるし、うん、だからあとは盗塁だとかエンドランだとか、うん、そういうことを駆使していかないとやっぱこういう混戦からは抜け出せないかなっていうね、うん、まあ、そんな感じがします。はい、はい、はい、
ということはもう今までの戦いプラスアルファの何か戦術が必要かなというところですか。そうだね、うん、だから今後の鍵は、まあ、戦術、はい、だからオールスターまでにどういうふうな順位でいるか、うん、これをすごく大切、うん、なるほど、うん、だからそれを考えて作戦手を打っていってほしいなというふうに思います。はい、はい、そういうところで、うん、まあ順位表ね、はい、こういうふうに今回はなりました。はい、まず、はい、セリーグは、はい、阪神と DeNA が今回入れ替わって、そうだね、こことここね、はい、ヤクルト、巨人、広島、阪神、はい、DeNA、中日という順位です。はい、そうですね、はい、パリーグはソフトバンク、まあ、ここはね、マジック51ということだね。そうですね、はいはい、で、パリーグは、パリーグはソフトバンク、楽天、西武、うん、順位は変わらなかったですね、うん、ロッテ、オリックス、はい、日本ハムということで、はい、ちょっとゲーム差が変わりましたが、まあ、そうだね、順位は変わらず、まあ、セリーグ、うん、ね、ヤクルトを除く、はいはい、もうね、巨人、広島、阪神、DeNA、中日ってなってるけども、うん、やっぱこの広島、阪神、DeNA っていうのは、まあ、勢いあるね、うん、うん、勢いあるけども、やっぱ巨人と中日がやっぱちょっと苦しいね。巨人は2位にいるけども非常に苦しい。なんでかというと、接戦になったら投げれるピッチャーがやっぱ少ないということ、うん、だから本当に苦しいだろうなと思う、はい、今戦っててね、うん、だからまあなんとか打ってあげて、うん、まあ勝ち星拾ったりとかしてるけど、はい、これからもっと苦しくなってくる、うん、だから狙いは A クラス、はい、もうヤクルトほっとかなきゃどうしようもない、うん、だから2位3位狙い、はい、ね、だからまあここら辺、巨人、広島、阪神、DeNA、うん、まあ、中日もね、何かのきっかけでポンと来る可能性もあるけどもね、まあ 2.5 ゲーム差で、まあ、そうだ ね、ただ今のところはちょっと苦しいね、戦い方は、うんうん、ね、はい、はい、ということで、パ・リーグは、ね、うん、ソフトバンク、楽天、で西武、ロッテ、オリックス、日本ハム、ロッテが一番いいね。なるほど、うん、もうこれ1ゲーム差ですから、そう、うん、でね、西武はやっぱこうソフトバンクに負けたことが大きいね、うん、0-2 でね、2勝されたということがね、はい、で楽天もじりじり下がってきてるし、うん、ね、オリックスは日本ハムに足元救われたしみたいな、うん、だけど、はい、この上から5球団は何が大切かというと、焦りは禁物、はい、ね、やっぱね、勝負はね、そうだな、オールスター明けからだな、うん、本当の勝負はパリーグはってことですか。パリーグはね、うん、今焦ってオールスターまでにとか言わない方がいいね、うん、オールスターまでは今のまま勝てる試合は勝つ、負ける試合はもう仕方ないみたいな、そういう馬なりでいいと思うんだよ、うん、でも鞭を入れ出すって言ったらやっぱオールスター明け、暑い8月に勝負だね、うんうんうん、なるほど、うん、だから今は焦りは禁物、はい、まあ、そんな感じがします。はい、ね、というような順位でしたが、はい、また次はここの変動があったりするんでしょうか。まあ多分あると思うよ、うん、パ・リーグは特にあると思う、うん、うん、だセ・リーグはね、なんかね、まあヤクルトはもう絶対ここから落ちることはないとしても、はい、まだここら辺が変わるぐらいで、うん、そんなにないかなと思うよね、うん、うん、あとは広島で秋山入った、秋山が来週から、はい、うん、今週か、うん、どこで登録されて、ね、ゲームに出てくるかね、初めての、まあ、それも楽しみだよね、はい、試合はいつなんでしょうかね。そうだね、初めてのセ・リーグの試合ですね、うん、はいはい、まあ、そういうことを楽しみにまた見ていきたいと思います、うん、はい、はい。